戦略論。論戦略論。藤井元気の新戦略論大編。兵は機動なり、ね。次にね、勉強するのはね。兵は機動なりっていう言葉なんですよ。うん。うん でこれはものすごい組織的であると同時にものすごくチャイニーズ的でもあると同時に我々が、まあ、無限の教訓が学べるようなね非常に短いフレーズなんですけどね戦争行為の本質は敵を欺くことにあるそれからねこれはねあの僕はあのフランスのねいわゆるブランド品の会社で言われてる、うん、話を聞いたんですけども別の工場を作らなくてもねナイトシフトっていうのがあるとそうすると、ね。 本物の偽物ができるってどういうことかっていうと例えば有名なそのバッグの会社がありますよね、うんはい、そうするとうこういう原材料を使ってこういうふうに作るとでその会社自身があのチャイナで製造してるわけですよ。うん、でもその企業って普通工場は9時から始まってはい夕方5時に終わります、はいうん、6時に終わります。で終わった後に終わった後にそれがすごい知恵で。 その現地のチャイニーズの経営者が全く同じやり方で同じ原材料で偽物を作ると同<じ>夜中<ー>夜中にだからナイトシフトなるほでその、うん、フランスの企業は気が付かないような形で <laughs> あみんな経営者も帰っちゃった<ー>それからいや夜9時から例えば午前6時まで稼働しても分かんないじゃないっくりだから原材料も工法も作り方も全部一緒。 といいう恐ろしい話があるんこれなどはまあその経済のため金儲けのために相手をまさに欺瞞してですね金を儲けるという,う,うこれは悪い例ですけどそういうことが実際に行われたとことがあると、えー。もうちょっと恐ろしい話をするとこれは外国を騙すんじゃなくてチャイニーズがチャイニーズを騙してるって話なんですけどもあのお札ですね。 おおお札札札もそういうういのがあるって言うんでですすよねお札ですかお札だからもちろん政府がちゃんと管理をして一定の枚数のお札しかすらないそれはどんどんすっちゃったらインフレになっちゃうからね、うん、そういうのをさせないわけだけどところが、まあ、現場の悪い役人とかがお金すったら一番楽じゃないだから同じ番号の札をナイトシフトで作っちゃってっそれでごまかして自分のポッポに入れちゃうと。 で仲間内だけで使っちゃうと <laughs> だからあのすごく今高額支援に偽札が多いって言うんですチャイナは10枚に1枚とかね偽札がであ,のあると。で私チャイナに行ってる友人から聞きましたけど銀行の ATM から出てきたお金その中にすでに偽札が混じってんだって。 じゃあ使うつもりなくてももういやだから混じっちゃって流通してるから混,る混じっちゃってすごいすそれでもってそういうのは今度銀行に預金しようと思うと銀行の方は預金をしようとする客に関しては全部偽札鑑定機にかけんだってそして、あのー、これ10枚に1枚とかね2枚とかこれ偽札ですから受け取れませんって言うんだけどいやお宅の ATM から出てきたんだよって言ってもダメだそうです。お<ー> <laughs> <laughs> そのぐらい現場のほうの特に高額じゃないようなあの紙幣もよりはやっぱり高額紙幣の方でインチキしたほうが,あの率がいいですうでここまでくるといや中国人ってずるいなとか商売の仕方がねずるいなっていうような思ったんですけどなんか一概にそうとは言えないこういう考えが元にあるからそれがなんかせこいとかじゃなくてこういう 考えもと、ね、だ,だからねあのねこのチャイナ大陸っていうのはねものすごく戦争もあったし戦乱も厳しくてまあ人口も14億もいるでしょうものすごい競争が厳しい社会が長年続,け続いてきたからあのこういうそうです中国人の親中国人の子供に何て言うかっていう,か何ていうかというと、騙されちゃいけない騙されるようなアホな人間になるんだんん騙せとは言わないけどだから騙されたらバカなんだって。 っていう、うん、そういうで彼らからすればあの近代的な知的所有権なんて考えないから、うん、作り方を勉強してそれそのまま作ってなぜ悪いのみたいなところもあるんですよ。はい、だから世界のルールを守ってもらわなきゃいけないんだけどねだからそういうところに対しては、はい、罪悪感なくできるんだと思うね。うだけどもまあ その平和軌道なり、平和軌道なりだったらじゃあ商商売の商は軌道なり、あるいは人生は軌道なり、はったりかましての話とだから成功すればいいじゃないかっていうね、そういうところもあると思うんですよね。マイクロソフトだって、フェイスブックだフェイスブックだって商は軌道なりって部分があるわけですよね。特に創業当時の話ね。マイクロソフトはあの IBM がいち早くパソコンにね方に変わると。 いうのを聞いてそしてもって自分で開発したソフトじゃないんですよね Windows の原型はねそれを開発してた企業からそれを知的所有権ごと買い取ったんだけどそれは IBM が大きく戦略転換するってことは内緒にしといて買い取って今後一切文句を言わないっていう約束で買い取って IBM にうまいこと売ったわけですよだから初めんところは結構起動なんですよで、その情報どっから得たのって言ったら自分のあのビル・ゲイツのお母さんが 当時の,あの IBM のあ経営者と社会奉仕活動か何かで親しくってポッと聞いた話だったっていう,いうのはこれ結構有名な話ですけどね<ー>だからフェイスブックだって有名でしょあの友達に頼まれてハーバード大学のフェイスブックを作るって言ってたのを「あのいや分かりました」って言ってお金もらってある程度準備したけど「<ー>いや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 」って言って先染ましにしてるうちに今度ザッカーバーグさん自身が。 もともと頼まれた人を裏切ってフェイスブックを公開しちゃって仕事始めちゃったと、まあ、それは後に訴えられて、まあ、ちゃんと和解してか,かなり多額のお金を払ってそれはもうおそ,そういう法律上の問題じゃ解決はしてるけど初めのとこでかなりのディセプションというかねをやってし初期投資は誰かに出してもらってやってその人は超裏切ったっていうのは歴然たる事実なんででもここまで大きくなっちゃったら、まあ、成功者ですよねそうですよね。 戦略論を知らずして世に出るということは武器を持たないで戦場に行くようなものです戦略論のの勉強は必ずあなた個人の人生に役立ちます藤井元気の「新戦略論体験」募集開始